スーパーグローバル大学に創価大学など国公私立37校が採択。文部科学省が日本の大学の国際競争力向上を目的にスーパーグローバル大学創生支援をスタート。9月26日に発表があり、創価大学など全国の国公私立大学から37校が選ばれました。これにより創価大学では1、国際交流の拡大、2、教育の国際通用性を向上、3、学内ガバナンスのグローバル化、4、平和・世界市民教育化の開設を目指し、この10年間で外国人留学生を4倍、外国語による授業を3倍にするなどに取り組みます。この度の採択は、本学発展のためにご尽力をくださっている多くの関係者の皆様のおかげです。本当にありがとうございます。今回の採択を機に、創立者池田大作先生が示された建学の理念のもと、国際社会を創造的に切り開く知力と人間力を兼ね備えた世界市民を育成する人間教育の世界的拠点を築いてまいります。そして教職員学生が一丸となって、日本社会のグローバル化を牽引していく責務を果たしていきます。